トラの世界にようこそ。はい、じゃあ今日もねドライブトークの方やっていきたいと思いますけど、今日は野球の話なんですけども、プレミア12が終わりましたね。結局日本が準決勝で韓国に負けてしまいましたね。8回まで3対0で大谷が完璧な投球をして抑えてたんですけども、8回に、大谷が、交代した後でですね、後続のピッチャーが次々と打たれまして、まさかの逆転負けて9回、4対3で負けましたけども、国保監督すごい非難されてましたね。確かに、だってもう勝てるゲームでしたからね、 3-0 でも。だからなんで大谷を最後まで投げさせなかったんだとか、そういう非難はありましたけど、あれ自体はね、大谷を最後まで投げさせなかったのはしょうがないかなと思うんですよね。結局は WBC の監督っていうのは各球団から選手をこう借りてね、それを使って行ってるんで、やっぱり大谷だけに負担をかけさせるわけにいかないとかっていう、多分そういう考えもあったんじゃないでしょうか。そういうことで継投策でね やったんですけど、則本がその後投げて8回はピシャリと抑えたんですけど、9回も続投で則本が行って、ちょっと満塁にしちゃって、同じく楽天の松井が投げて押し出しフォアボール ですぐ交代して、日ハムの麻酔でしたっけ、これはがね、打たれちゃったみたいな感じでね、逆転イデホにねタイムリー打たれちゃって逆転されたってことなんですけども、結局だって最後投げた選手みんなだって松井はクローザーですけども、麻酔は麻酔は確かに安定はしてたんですけども、じゃあ一体誰を投げさせればよかったのかというと、なんかそれまでのね試合でね、結局のところ侍ジャパンのクローザーというのを決めてなかったっていうのがねやっぱ敗因だと思うんですよね。この人にもしこの人で負けたらしょうがないみたいな、そういう人がねいなかったっていうのがね、っていうふうに思うんですよね。だから私中だったら牧田だったんですよね、私の考えはね。牧田、アンダースローってこともありますし、一回それに牧田はクローザーの経験もありますしね、西武で今は先発になってますけど、中だと、DeNA の山崎とか、巨人の沢村とかもいましたけど、どちらもちょっと、山崎はちょっ と、その前の試合で打たれちゃったりもしたし、あと若いっていうのもあるんでね、ちょっとどうなのかな、ああいう大舞台ではっていうのであって、同じく松井もやっぱちょっと若さもあって、まだ19ですからね、19で国際舞台で満塁で任されて1点もやれないような状況で、ちょっとあれは酷だなと私も思いました。いくらねシーズンで同じような1点差のああいう痺れる状況で投げたとしても、ちょっとかわいそうだったなというのを、沢村はちょっと劇場型というかね、沢村はやっぱりね9回の頭から行けばよかったと思うんですよ、ランナー1人もいない状況だったら。だからそうすればね、少し気楽に例えば1人ぐらいねランナー出してもいいやとか、2塁までだったら進めてもいいやっていう、そういう心の余裕みたいなのもあるんでね、ああいう状況だとね本当に、やっぱ牧田がね一番ね、やっぱり韓国にもアンダースローのピッチャーいましたけど、アンダースローっていうのはねなかなかねやっぱり捉えられないと思うんですよね。かつてはロッテのね渡辺が俊介ですね、やっぱり同じく WBC の代表になったりしてやっぱり打てませんでしたよね。結構日本の
プロ野球で昔しっかりいたんですけど、今ってなんか世界的に見るとアンダースローって少ないんですよね。メジャーでもあんまり見ないですもんね。てか見てないんだぜっていう、うん、だからああいう先発から言ったら多分ね、一巡したりするとそういう風にちょっとある程度免疫ができてね、まあ対抗策みたいなのが出てくると思うんですけど、ああいうクローザーとか1回だけ1回切りとかっていえばすごく有効だと思って、私は負けたかなと思ったんですけど、まああとね、ちょっと私の個人的なこうなればいいなっていうのが状況ができたんですよ。9回裏で負けてる3対4の状況でランナー1塁だったかなにいて、代打でね、おかわり君中村が出てきてね、おかわり君全然ね打てなかったんですよね今回。だからね、もうあそこで打てばもう値千金だったじゃないですか。だから代打で中村が出てきて、まあ本当の打順ができると松田だったんですよね。だから松田もチャンスに強いじゃないですか。だからまあ松田そのまんまでも良かったんじゃないのみたいな意見やったけど、私はいや中村ちょっと出てきてほしいな、いいとこでって思ったんですよね。まあ調子崩してたんですけども、でもね、まあ結果ね、サードゴロだったかな確か、ボテボテのね、まあ打てませんでしたよね。ちょっとね、中村ちょっとかわいそうだったなと思って、なんかその同じ大阪桐蔭のね、中田ばっかりがもうさよなら打ったりとか、まあ、いいとこで打ったりしてね、活躍して、いやーちょっとね、中村はちょっとかわいそうだったなと思いましたね。実力から言ったらね、中田よりは上だと思うんですよね私は。まあそれはね、人それぞれ意見があるかなと思うんですけど、まあちょっとかわいそうだなと思っていました。まあプレミア12というのもね、結局のところメジャーリーグはね協力しないということで、どこの国も自分の国のリーグの選手かマイナーリーグの選手出せないということで、本気のやつじゃないじゃないですか、本当の世界大会じゃないじゃないですか。日本だってメジャーリーグは出て全然一人もマー君とかダルビッシュ、まあ、ダルビッシュとか怪我してるからですけど、もう出てない状況でね、本当に世界一を決める大会っていうのもそれもどうなのかなって、メジャー出てないね、最高峰の選手が出てない世界大会なんかねって思うんですよね。だから本当にね、まあ、WBC はねまだその点ねメジャーリーグの選手も出てるんでね、まだ価値があると思うんですよ、その